暑いです。あ、もうね、うんざりするぐらい暑い。まあ雨もそうなんですけど、雨雲が近いから湿度も高くて、もうね、空気がまとわりついてくるっていうのをね、肌身に感じるよね。で、室内、店舗とかの中は涼しいじゃない。しかも結構ガンガンに効かせてるから、冬の寒暖差もきついけど、夏の寒暖差も年を食ったなりにきつくなってきたなと思うわ。寒いだ暑いだの繰り返しだもんね。いやー、きつい。だからって程よくね、まあ、市街地全部冷やすわけにもいかんしさと思うよ。なんだろう、まあ、だからっつって街中至る所で打ち水しまくるってのも違うんだろうけど、でもね、打ち水された後のこの空気ってのが恋しくなるねと思いつつも、これくんだけ暑いと打ち水ごときじゃ効かんのかなとも思う私はありますがね。はい。ただ雨が降ればさ、少しは冷まるじゃん。だから効果がないことはないんだな。雨規模のレベルが降らなきゃいけないっちゅう話ではあるけどさ。でも今日降った雨のぐらいじゃなかなか下がんねえのかなって、まあ雨乞いでしたくなるぐらいの暑いっすな。はい、皆さん熱中症はいかがでしょうか。まあそれはいいやね。はい、今日のネタは、どっちかっていうと、まあロンダパリ五輪ネタかな。はいね、ね、それに尽きるかなというところではあります。はい、一つ目、はい、北京五輪よりもやばいんじゃねえの、荒れ具合がよって、まあ北京五輪はむしろ共産党が一瞬をかけて安定させようとしてるからあれで済んだのかもしれませんが、日本でもさ、新幹線の中で刃物振り回したとかあったじゃん。まあでもあれは平時だったかね。だからこの何、こう限界体制になってるわけや。一応さ、オリンピックが開かれるっつって、まあ今新宿お祭りやってるから警戒やたら立ってるけど、そういうレベルでパリ市内とか、それで主要駅、まあリヨン駅とかね、パリ東駅とかにはたどし渡ってるかと思うんだ。にもかかわらず、まあ日本の新幹線っていうところの、この TGV だな、で、事件が起きたらしいっていう話がねあったりとか、もう一つは、ユーロスターに乗るなっていう報道が出てるらしいね。はい。まあ、ユーロスターってのは、ベルギーとフランスからロンドンまでの、まあ、ドーバー海峡を地下で渡る、海中で渡るかな、海底を越える、まあ、国境を越える国際特急なわけだけど、その基本は TGV なわけだな。で、やっぱフランスが関わってるからなのかは知らんが、それに、まあ、犯罪予告かなんか知らんけど、かかったらしい。まあ限界体制の中だったらさ、いや何がやりたいのかねと、テロリスト側もっていう感じよ、正直言って。パリ市警だか分かんないけど、フランスの軍だか分かんないけど、それの、力を測ってるようにしか個人的には見えないんだよ。で同時にさ、やっぱね、人が訪れてるから、もう小さい窃盗やら何やらがものすごい勢いで拡散されてるんだよね。で、しかも有名人も言ってるから余計よ。ジーコだったっけが盗む、窃盗にあったとかさ、もう出てさ、ロークでもねえなって思うよね。でも同時に、それは外から来たのかもしれないけど、それを許される程度にパリの治安がもともと悪かったってのも事実なんだと思うんだ。な、パリで暴動あったじゃない。ね。まあ、あれが許されちゃうというか、あれが、こう公然の行いとして行われて、そこまでの大きな、こうなんだ、弾圧と言えばいいかな、はい、警察側からの、行政側からの締め付けがなかったところを見ると、まあ締め付けたのかもしれないけど、でもやっぱりこう治安で、そこからやっぱね、治安回復してないんだと思うんだよ、そこまで劇的にはね。なんつうかな、花の都パリと言われてもさどうよって思うよね、この状況を見るとさ。パリを舞台にするって言うと、個人的にはさ、年がバレるけど、桜井天使対戦3しかもう1くらいしか追いつかないんだけどさ。あれはゲームの中だからさ、まあいいんだけどさ。でも、リアルのパリはこうなんだなっていうのちょっと感じるよね。人種のるつぼだし、文化のるつぼ過ぎちゃって、で、ただ同時にフランス人の自尊心もやばいことになっていて、もうね、こうだな、紛争地域とは言わんけど、
文化的紛争地域になってんじゃねえっつぐらいやばいことになってんなっていうのは個人的な感想ね。うん、まあ後で触れるけどね、そっちはまあ後で触れるとして、ただね、結局フランスに行くことになっちゃった人たち、選手とかね、うん、関係者たちが無事帰ってきてくれることがとりあえず、なんかこれ前も言ったな、俺のために言ってないかこれ、北京の次も言ったし、ソチの次も言った気がするけどね、無事にちゃんと日本の地を踏めることを願ってますって言いたくないけど、そうなっちゃうよねっていう話かなと思います。はいね、うん、本当にさ、あのフランスでやる必要あったかって思うぐらいのあれぐらいじゃね、皆さんはどうお考えになりますでしょうか。ありがとうございます。